メイヨルのモリトは、HBO のファンタジードラマシリーズである、ゲームオブスローンズの第一章、7王国戦記の第4話である。ブライアン・カークによって脚本が書かれ、ブライアン・コグマンが監督した。新たに王の手となったエダードは、前任者の突然の死の原因を調査する。エダードの落とし子であるジョン・スノーは、壁を守る、メイヨルのモリトに加わったばかりの新兵を守る。 ドスラク人の軍団は、バイスドスラクに留まり、軍団を使って、ウェスタロスを侵略し、王冠を取り戻したい微生リスは焦りを募らせる。エダードの妻のキャトリンが、息子ブラン暗殺未遂の容疑で、ティリオンを逮捕するところで、第4話は終わる。タイトルは、ティリオンが下半身不遂となったブランに会い、特殊な蔵の図面を渡す時のセリフから取られている。エダードは、前人の、 王の手として長く王国を治めたジョン・アリンの死因を調査し始める。アリンを最後に看病したグランドメイスター・パイセルに質問をし、アリンの最後の言葉が種は強いであり、7王国の署名家の血統と歴史に関する本を読んでいたことを知る。エダードはピーター・リトルフィンガー・ベイリッシュとその情報屋のネットワークに助けられて、アリンの最後の日々に関して2つの手がかりを得る。 アリンが死の直前にあったカジ屋の徒弟に会い、王と似ているために王の落とし子だと推測する。アリンの従者に会おうとするが、エダードのために催された馬上試合ですでに殺されている。殺したのはラニスター家の旗主で巨大な体育のために山と呼ばれるグレガー・クレゲインである。子供の頃グレガーが弟サンダー・ハウンド・クレゲインの顔を焼いたために、サンダーの顔には、 火けの跡が残っているという、クレゲイン兄弟の秘密を教える。ドスラク人の集団は、バイスドスラクの街に着く。亡命中の王子ビセイリスは、七王国を再征服するために、デナーリスとの結婚の代償として、カール・ドロゴガカスと約束した軍を焦りながら待っている。デナーリスに食事に呼ばれたのを命令されたと、勘違いして、ビセイリスは怒って、妹を叩く。生まれて初めてデナーリスは、 兄に逆らって叩き返し、次に自分に対して手を挙げた時には、その手を切り落とすという。追放された騎士であるジョラーは、ビセイリスは、ウェスタロス再征服の指導者にはふさわしくなく、七王国の民はまともに収められてさえいれば誰が、統治しようが気にしないと、デナーリスに言う。メイオルのモリトに、臆病で不器用で肥満した、サムウェル・ターリーが入るが、すぐに、 武術師難役のサー・アリザー・ソーンのいじめの標的となる。サムは父親に後継ぎには、ふさわしくないと思われ、相続権を放棄し黒号を切ろと命令され、さもなくば、狩りの事故に見せかけて殺すと言われていた。ジョン・スノーはサムを守り、仲間がサムをいじめないように計らい、ソーンを怒らせる。ソーンは、壁の北での長い冬は過酷で、自分の厳しい指導はそれに備えるためだと言い,い。 強くならなければ生き残ることができないとジョンとサムに警告する。ティリオンは壁からキングズランディングに戻る途中、ウィンターフェルに立ち寄る。ティリオンは父親の代わりにウィンターフェル領主代理を務めるロブに冷たく迎えられる。ロブはラニスター家が弟ブランの落下と暗殺未遂の影にいると疑っている。ティリオンは親切さを見せて、 下半身不遂となったブランのための特別な蔵の図面を見せる。城を去る前に、ティリオンは、スターク家の里子となっているシオンに会い、失敗に終わったシオンの父親のグレー・ジョイの反乱をからかい、シオンを、スターク家の人質と呼ぶ。さらに南で、ティリオンの一行は旗子に一泊する。ティリオンは変装したキャトリンに気づく。キャトリンは、正体を明らかにすると、 父親の旗主たちに呼びかけ、ブランの暗殺未遂で裁判にかけるためにティリオンを逮捕せよと呼びかける。本エピソードは、プロデューサーのデイビッド・ベニオフと DB ・ワイスが脚本を書かなかった最初のエピソードであり、ブライアン・コグマンが担当した。コグマンはシリーズを通して、脚本の一貫性をチェックする仕事をしていたが、第4話の脚本も担当することになった。本エピソードは、 原作第一部、七王国の玉座の25から29章及び36章に基づく。ベルファストのスタジオ、及び北アイルランドの様々な場所で撮影された。王の手のためのバージョージアイのシーンは北アイルランドの古城で撮影された。前回よりわずかに多い250万人が視聴した。同夜の再放送も含めれば310万人が視聴した。イギリスでは、 前回の51万人から62.8万人に視聴者数が増加した。ヒバード、ジェームズ、ゲームオブスローンズ、レーティングスライズアゲイン、エンターテイメントウィークリー、2011年12月4日、閲覧。ラクラン、アンドリュー、ストレンジウェイズ、ロックスアップ5.5メートルオン ITV1、デジタルスパイ、2011年12月4日閲覧。ありがとうございます。